どうも、小泉太郎です。さあ、今日も早速参りましょう。本から学ぶフットボール、ジーコの考えるサッカー編、レベル3。ジーコシリーズ第3弾。参考文献はこちら。ジーコの考えるサッカー、ゲームに活かせる実践 Q&A レベル3。この本はですね、プロフェッショナルを目指すあなたへ、ね、あなたへ向けて書かれた本です。本書の内容は全国の高校生からの質問にジーコが答える Q&A になっています。質問された高校生の中にはですね、北地こと北島秀明さんとですね、ミスターガンバこと松並正信さんの弟松並和幸さん、このお二方のですね、お名前もですね、こちらの本にですね、載っております。ジーコが子供の頃、サッカーを上手くなるためにはですね、ひたすら練習に明け暮れるしかなかった。ね、しかし今は高度で専門的な考え方が登場しており、それを学ぶための書籍が必要になっている。ね、混乱と迷いをもたらしている様々な問題を解決するために書かれたのがこちらの本ね。ジーコの考えるサッカーね。はい。ジーコのですね、願いはサッカーをするすべての人にですね、貢献をすることだそうです。動画の内容なんですけども、この本ですね、100を超える質問が載っております。その中からですね、私が面白いなと思った質問5つと、後半はですね、番外編としまして、こちらの本に載っていたですね、面白豆知識5つね、取り上げております。ね。さあ、それではですね、開始のホイッスルでーす。さあ、それではですね、まず1つ目はですね、こちらですね、トレーニングをですね、一人でするとき、最も良い方法というものがあるのでしょうかというね、質問で。まあ、つまりこういったことですよね。効果的な個人トレーニングありますかと、ね。そういったですね、向上心溢れるね、質問がまずね、あったそうです。この質問に対し、ジーコはですね、このように答えられております。たくさんあると思います。フィジカルトレーニングや、ボールをね、高く上げてワンタッチでコントロールするトラップトレーニング、ドリブルトレーニングでは1メートル以内でのコントロールを心がけたり、逆足などをまあ使ったりすると。そういった風にですね、まあ効果的な個人トレーニングね、ありますよっていうことなんですけども、まあそれでもですね、やっぱりですね、こちらですね、チームメイトとね、行うのが一番効果的だと。で、そのようにね、ジーコ語っております。さあ、そしてですね、次の質問はですね、こちらですね、サイドを突破した後、そのままのスピードでセンタリングすると、不正確なボールしか送れません。つまりですね、正確なセンタリングを上げるポイントはという、まあそういった質問なんですけども、センタリングのチャンスで、ボールがあさっての方向に飛んでいった時のあの喪失感は何とも言えないですよね。穴があったら入りたい。ね、そんな感じになりますよね。ジーコはですね、このようにですね、答えられております。軸足のつま先をしっかりとボールをキックする方向に向けることだというふうに言っております。超基本的なことですよね。スピードに乗っているなら、なおさら軸足を意識して、何度もトレーニングを積み重ねてみてねと。カーブをかければ、軸足のつま先なんて気にしないでもいいのではないかと、ね、勘違いされている方もいるかと思いますが、ね、私もその一人でございます。それだとですね、体のバランスが取れないんですね。ね、軸足のつま先を気にしないと体のバランスが取れないと。そうしますと体のね、バランスが取れないとですね、ミスの可能性が増えますよと。ね、このようにですね、サッカーの神様はですね、優しく
教えてくれております。はい、肝に銘じます。さあ次は3つ目です。私はですね、将来できれば指導者になりたいのですが、小学生を指導する場合どのようなことに気をつければ良いのでしょうかね。つまりですね、小学生を教える時のポイントは何ですかとね、そういったね質問ですね。もうすでにですね、高校現役の時からですね、指導者を目指すことを考えられている方のね質問かと思われます。ジーコはですね、このようにね答えられております。6歳から12歳頃までの子供たちには自由にねプレーをさせることだよとね、そのように教えてくれております。勝つことにこだわる指導ではないとね。指導者は選手の創造性や能力を伸ばし、そして自由に育つような環境を整えることが求められ、子供たちに強制はしない。ね、自由にプレーをさせると。サッカーに関する具体的な知識やポジショニングについての理解、ボールコントロールなどの基礎トレーニングは13から14歳頃から行えばいいと、そのようにジーコ言っていますね。ジーコから見た日本の指導方法は大人本位で勝利至上主義的になっていると、そのように指摘しています。多くの指導者は子供たちに楽しく、ね、自由にプレーさせることよりもですね、名の通った大会で優勝することをですね優先していると。優勝というですね目標を目指すことで子供たちはですね上手くなっていくようにですね思われますが、絶対に勝たなくてはいけないというですねストレスで子供たちはプレーする楽しみ、ね、これをですね失ってしまい、サッカーをねやめてしまうようになると。そんなですねやめていった子供たちの中には優れた才能を持った子供たちが多くいたはずだとね、ジーコね、そのように語っております。そして、4つ目はですね、ジーコはいつも簡単にプレイするようにと言っていますが、具体的にはどういうことですかと。安全なプレイという意味でしょうかとね。つまり簡単なプレイとは何ですかとね、そういった質問なんですけども、ジーコのですね答えはこちらです。時間や手間をかけずにワンタッチツータッチでプレーすることだよと。常にですねチームのことを考え、難しいことや格好をつけたことなどしないと。例えばですね、ここです。インサイドで確実にパスを出すと。意味のないですね、カーブ、ね、これをつけたらですね、受け手は受けづらいだけなんですね。カーブダメですよ。他にも、前に簡単にパスが出せる状況なのに、格好をつけてパフォーマーみたいなバックパスをしてはいけないと。では、具体的にどうすればいいのか。それはですね、ワンタッチプレイです。ワンタッチがダメなら、ツータッチをしてもいいと。ね。基本はワンタッチプレイだと。で、ボールをですね、持ちすぎない。ね。パスをするときは頭を上げると。そうは言われても、俺はドリブルがね、したいとね。そういった方にはですね、ジーコこのようにですね、答えております。ドリブルがしたいなら、ペナルティエリア近くで行うことだと。ペナルティエリアはですね、相手にとって、危険なエリアだから、ファール、ね、反則をですね、誘うことができると。ね。最後にですね、もう一度、ね、簡単なプレーとはというところ、おさらいなんですけども、時間や手間をかけずに、ワンタッチ、ツータッチでプレーをすることというね、ということです。そして、5つ目はですね、トレーニングは全て試合のためにあると、ね、ジーコは言っていますが、トレーニングの中で最も優先するものは何ですか？ね。つまりですね、トレーニングで最も優先するのは、ね。まあそういった質問でですね、ジークはこのようにですね、答えております。
全てのトレーニングが大事。しっかりですね、トレーニングをすればですね、80% は問題なく試合に臨めるよと、ね、そのようにジーコを教えてくれております。後半はですね、番外編としまして、こちらの本書の中で面白いなと思った豆知識的なものがありましたので、それをですね、5つ紹介させていただきたいと思います。1つ目はですね、フィジカルコンディション。ね、フィジカルコンディションのこれ内訳がですね、載っておりましたので、紹介したいと思います。持久力、スピード、反射、パワー。他にもですね、筋持久力、最大筋力、瞬発力、調整力、柔軟力、敏捷性。ね、こういったものがですね、フィジカルコンディションの内訳と、ね、いうことです。トータルフットボールの考案者、誰かと言いますと、この方なんですね。ウィリー・メイスル、オーストリア人の方。ね、この方がですね、考案者だそうです。そして次ですね、三つ目はですね、ショートパスサッカー以前の話についてなんですけども、スコットランドで生まれたショートパスサッカー、このショートパスサッカーはあのグアルディオラ監督にも行き着くものですが、ショートパスサッカーが誕生する前のサッカーはなんとですね、敵にボールを取られるまでずっとドリブルをし続けるという実に原始的なものだったそうです。取られるまでずっとドリブルをしていたと、ね、そういったことです。そして4つ目ですね、10番を10番にしたと、ね、つまり10番をシンボル化したのは誰、ね、それはですね、ペレ。ね、ペレはですね、ゴールができて、さらにキラーパスも送ることができたと。なのでですね、10番をつける選手はこの2つの要素欠かせないということですね。最後ですね、5つ目、1994年アメリカワールドカップ決勝が真夏の炎天下に行われた理由というところなんですけども、これはですね、ヨーロッパのテレビ放送のゴールデンタイムに合わせたためと、ね、つまりですね、FIFA は選手のコンディションよりも高いヨーロッパの放映権料、ね、お金、ね、お金をですね、まあ、優先をしたということです。それではおさらいです。一人でね、練習するよりもチームメイトと練習する方が効果的と。センタリングでは軸足のつま先をボールを蹴る方向に向ける。小学生には自由にね、プレーをさせる。簡単なプレーとは時間や手間をかけず、ワンタッチ、ツータッチでプレーをすること。しっかりとトレーニングすれば 80% は問題なく試合に臨める。最後にブラジルでプロ選手として活躍された前田和明さんはこう語っております。あなたが走り続けて扉にたどり着いた時、世界で彼しか持っていないキーをくれる。以上、参考になりましたでしょうか。この動画が良いと思った方はグッドボタンを、いまいちだと思った方はバッドボタンを、また次回の動画を見たいと思った方はチャンネル登録お願いします。